さんどうもシエル先生です。じゃほら、3人の担当をしますシエル先生です。よろしくお願いします。皆さんお名前何かな。はい、1年7組パチシューです。特技はどんぐり。よろしくお願いします。特技どんぐり。わー、似合ってますねどんぐり。うん、どんぐりへこ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 。お名前何かな。リータです。あ、リータくん。1年1組です。よろしくお願いします。クラスバラバラなんだね。おかしいなあれ、ここは何て、あ、1と7間違えてた。趣味は何ですか。私に聞いたのか食べること。食べることが趣味だな。うん、一緒だね先生と。いっぱい食べて早く大きくなろうねチビ。はい、お名前何ですか。好きじゃない授業の時はハリーポッター読んでるルザンです。あー、悪い子だね。趣味はハマグリ。ハマグリ、どんぐり。あ、お揃いみたいな感じになってるね、どんぐりとハマグリね。今日授業何やるんですか先生。パソコンの授業をします。今ねやっぱりねこの時代ですからみんなパソコン。鬼ごっこしよう。おやすみなさい。すごいセンスのないパソコンですね先生。ちょっとね、あの椅子とパソコンの向きが合ってないけど。本当にこれじゃあ キーボードの打ち方もできないから、ね、先生これなんであのパソコンの本体じゃなくてあのテーブルの下のところに冷水装置がついてるんですか。これね、あのパソコン高性能すぎてもうね、教室でさえも水浸しにしないとねもう冷やされない。いや寝たけど、いや、ね、あれ、あれ静かだなと思ったよね。あれ静かだなと思ったの。おい痛い。おやすみタイム。おれ痛い。起きて怒られちゃうよ先生ね。ばあちゃん、ばあちゃん、一人本当に殴った、痛い。聞いてください皆さん、先生ねパソコンの授業しますって言ったけどね、あの勉強嫌いだからかくれんぼします。はい。テレンピって何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 。定年日って何。定年日って何。やばいやばい、みんなそうやってきたら先生が困るって思ってるんでしょう。定年日って何。定年日って何。この先生やばいぞ。殴る蹴るするぞ。逃げろ隠れろ。逃げろ隠れろ。何秒数える。30秒。30秒。じゃあ20秒ね。誰かと考えてることが一緒だった。同じとこに隠れたのかな。レアキャラでさ、ここの世界天使いるから見つけてね。それは何、撲殺。知識ドクドク。天使いるから。目の前にルザン君がいるんだけど。あのね、階段が分からなくなったの。階段こっちよ。階段こっち。ここ俺の頭と同じ色だからバレないな。じゃあ俺ここで歌っとこう。歌ってじゃあ早く。あ、歌え。早くやれ。蚊が鳴くような声だな。全然音入ってないぞ。もういいかい。いいよ。いいよ、早く来て先生。よし。絶対見つからないぞ。先生早く見つけて。え、いないな。どこだろう。どこで歌ってるのかな。歌ってる子だけ探そう。みんな校舎の中にいるのかな。いるよ。俺はいるよ。今一人で体育館走ってる。僕も。うまい。なんかうるさい。うるせえな。お泊まりしてるな。補習しないと。修繕教室お泊まりしちゃうんだ。うるさくないでしょ。うるさいっていうのはこんなもんじゃないでしょ。やめろよ。うるさいっていうのはやめろよ。こういうもんでしょ。妖精な
ゃあ胸を刺激する縄足魅惑のマーメイド。先生、この生徒年齢詐称してます。歌のコースが古い。物の恋がやれそうかい。古いよみんな。はい、パッチャー、なんで来るんだよこんなところ。来るなよ。パチカが噴水の穴ぼこに入ってたね。くぞ。はい、ルザン君メッケ。え、見つかったらあかんのこれ。かくれんぼ出たよ。それ何持ってんの手に。なんか拾ったの先生、これ拾ったの。立っていい？これ多分天使だと思う。天使じゃない、それなんかあの女の子のフィギュア。女の子のフィギュア。女の子のフィギュアか、そっか、びちゃびちゃにしてやろう。あとリータくんだけだね。一緒に探すっていうのどう？一緒に探そう。リータくん見つけよう。リーくんのいそうな場所はわかるよ。リーくん体育館じゃないの？体育館って一回も行ったことないよ。じゃあ違うじゃん。いないねーリータくん。みんなで探してんの僕のこと。さっさと見つけるやてめえら。口悪。ヒントちょうだいよヒント。ヒントで陰踏んでちょうだいよ。原点にして頂点。なるほど。原点にして頂点、つまりそれはパソコンルーム。いないよパソコンルームには。いません、リー君はいません。リーたくん見つけましたよ。ヒントが。絶対パチ君いなかったらバレなかったのに。だって原点は頂点って言ったらもう原点に戻るだろう。はい、見つけました。はい、先生の勝ち。え、もうじゃあ今日の授業おしまいですか？今日の授業おしまい。先生、僕も先生やりたい。じゃあパチ君が先生やる？うん。じゃあ、あっちの奥に行って戻ってきて。うん、着替えてくる。先生も子供にならないといけないね。じゃあ授業を始めますよ、皆さん集まってください。はい、じゃあ席についてください。びちゃびちゃ。席がべちゃべちゃ。それでは、図書を担当させていただきますパチチューです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう一回ちょっとルザン君お辞儀してみてもらっていいですか？お願いします。一回保健室行ってください。後でちょっと危ないんでね。保健室お願いします。あとちょっと脳外科の方もね、ちょっと受けてくださいね。あ、脳外科係なんで連れてきます。脳外科係ってなんだよな。保健室係だろ。じゃあ今日はね、正しい本の読み方をちょっと教えたいと思うんで、皆さん着席してください。あ、そこの女の子は今日初めてかな。あ、はじめましてシエルです。ちゃすごいバカな子なんだろうね君は。シエルちゃん、シエルちゃんでシエルちゃん。皆さん好きな本をね、一冊持ってきてください。シエルちゃんは何が好きなのかな。先生と生徒の姫ごと1巻、2巻、3巻、4巻。姫ごと好き、姫ごと、お姫様好きだから。そのお姫ね、お姫ごとね。で、リー君、君は何の本を持ってるのかな。ハリー正義の賢者の旅。ハリー正義って旅。それは日本の本かな。うん、イギリスらしいよ。じゃあルザン君、君は何を読んでるのかな。威厳ある魔法生物による科学の遠いところから殴ってくんな、怖えな。そんな難しいの読めるの。この前ファンタスティックビースト見てきたから。ああ、装置系のやつね。なるほど。君はどっか旅に出るのかな。俺、魔王を倒してくる。ボルデモート行っておいで。リー君はこの後したいことあるのかな。無言で出てった。無言で出てったな彼。君は寝ながらステーキ食べてるけど。シエルちゃん、ステーキ、ステーキ硬っ。あ、なんか無言の少年戻ってきた。リー君がヴォルデモートにやられてたよ。え、まあ次回から撮影も参加してもらわないということで。わーい、なんでやねん。
チシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。